はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、今回なんですが、ハーピーシムレブデッキをね作ってきたのでご紹介していこうかなと、いうふうに思っております。ハーピーのデッキに、まあ、シムレグ出張させたというか、まあ、シムレグデッキに、ね、ハーピー出張させたというか、まあ、そんな感じのデッキになってるんですけども、まあ、烈風の結界像がね禁止になってマスターディールでは、まあ、フアンダリーズ使いが悲しんでると思うんですが、まあ、何も鳥はフアンダリーズだけじゃねえんだぞということを皆さんに分かってほしくて、今回は、このデッキを組んできました。まあ、あのフリー対戦用になってるんですけども、基本的にはあのね、まあ、ランクまでもなんかそこそこ戦えるので、これがあればハーピーの羽吹きっていうカードがあってね、これこのカード発動した、ターンはねモンスター効果が完全に相手のモンスター効果が無効化されるっていうヤバい効果ってテキスト書いてあるんですよ。だからこれがあるんで、まあ、そこそこなんか誘発とか弾いたりとか、まあ、あの高校からあの相手のなんだろう、無効系のモンスターとかを弾いたりとかできるんで、なんか意外とね、このカードがあることによって意外と戦えるかなっていう感じはするんですけども、今回はそのハーピーのギミックの中に、シムレグのギミックが入っていて、これシムレグとハーピーって結構相性良くて、活属性の長寿なんで、まあ、あのシムレグが出しやすかったり、王身長がね出しやすかったりとか、あとレベル4のねモンスターが絶身長とか、あとそれからこういう護身長とかいるんで、割とそのスクラッチクラッシュとか結構簡単に出せたりとか、ランク4ができたりとかね、こういうねシナジーがあるんで意外と強いっていうデッキになってます。でギミックはもう本当にハーピーはねもうほぼほぼなんだろう展開にしか使わない。まあ最終盤面は基本的に王身長シムルが立ってて、まあ、ダークシムルグとか、あとそれから巨神長が立ってるみたいなことが多いんですけど、めちゃくちゃ上振れるとスクラッチクラッシュがそこに立ってたりとか、まあハーピーコンダクターが立ってて、手札に羽吹雪があったりとかっていう動きになりますね。はい、動かし方はねまあ、そんな難しくないんで、まあ、見ていただければなと思いますんで、早速ね、この約束された鳥たちの共演をご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。シムルグはかなりね楽しいですよね。まあ烈風の結界像なんていうカスみたいなカードがなくてもね、まあ楽しめるんだよっていうことをちょっと皆さんにお伝えしたいなというふうに思ってるんですが、とりあえず雷光の効果を使ってシムルグ持っていきたいんだけど、なんかある？ないね。オッケー。まず闇はとりあえず絶身長でよくて、風はまあ覇者シムルグかな。覇者ですね。はい。でハーピーの召喚に反応してシムルグ出てくるっていう熱い展開ね、これ。はい。でハーピーレディの効果発動で、絶身長シムルグの効果も発動で、絶身長シムルグはあ、ちなみにここでウララとかあの増字とか打たれても、今はハーピーの羽吹雪っていう最強カードがあるので、ケアはできます。相手が発動したモンスターの効果を一切無力化するっていう最強のトラップカードなんですけども、これハーピーがいると手札から打てるっていうね最強の効果になってまして、まあ、結構ね、この効果によって相手の誘発とかをなんか弾いていくことができます。一応、まあ、今回はちょっと結構フリー対戦用にね作ってますけども。で、護身長シムルグの効果を発動し、護身長シムルグは相手の魔法トラップゾーンにカードがないと墓地から特殊召喚できるという効果で、霊峰エルブルズを発動。霊峰エルブルズは風属性モンスター超獣族がいると手札の風属性鳥獣を見せまして、そいつのリリースを少なくしたり、召喚したりできるようになるんですよね。で、召喚一応1体少なくしまして、はい。で、まず1回分身する。で分身でハーピー出してくる。で、まあ、1回エレブルズの効果使って、でシムルグを出す。でシムルグ出すとダークシムルグがね、墓地から湧いてくるんで、はい、これで一気にね、モンスターを増やしていく感じですね。ダークネスシムルの効果とダークネスシムルの効果によって自分の墓地から蘇る。で、あとはまあここ一回リンク挟んでからシムルグかな。これかこことここで、リンク召喚ハーピーコンダクター、ハーピーリアスかね。はい。で、王身長ですかね。
で、ハーピーレディと、ハーピーレディで、王新長シムルグオリンク長官。全部ハーピーなかったけどね。ハーピーなかったけど、まあ。ハーピーの羽吹雪は、風属性鳥獣がいれば別に打てるんで、なんか結構不安だりとかあったからね。飛んでくることあると思うんですよ。なんかあんな感じで。はい。巨神鳥シムルグ、ダークシムルグ、覇者シムルグで、一応、こいつら全員対象に取れないし、モンスターの効果無効にするし、魔法カードの効果は今全部で3回無効にできます。まあ、無効っていうか、まあ、覇者は無効ではないか。で、ウィッチクラフト、シュミッター、召喚、オッケー。了解。トイレね。ウィッチクラフトね。WC ね。オッケー。これ、芝刈り型ですね。これ、デッキ枚数多いですからね。はい。で、シュミッター効果に対して、ハーピーの羽吹雪打つ。はい。やべえ。これフレイター専用とか言いながら羽吹雪とかいうカードこれゴミすぎん。これちょっと待って。ごめんこれ大丈夫、息してる。このデッキあかんだろこれ。それ無効だよ、それ無効なんだよ。あかん、やばい、サレンダーされそう。ちょっと待って、ごめんって。いや、やっぱ羽吹雪っていうカードがあかんなー、これ感覚的にはね。あのね、いや正直羽吹雪なかったら結構対話できると思うわ。あのね、羽吹雪っていうカードがあるから対話できてない、ぶっちゃけ。抜いた方がいいと思う。フリー、あのお友達とね、こういうデッキ紹介したときは大体お友達とかフリー対戦で、あの、で、使うデッキ用に一応紹介してるんですけど、あ、うらら強いな。オッケー。なんかね、いまいちなんだよね。いまいちなんだよ。このハーピーの羽吹きっていう、このカードがマジでゴミだから、このカード、まあ、勝ちたいんだったら入れた方がいいけど、やっぱ、対戦を楽しみたい場合は抜いた方がいいね。ちょっと制圧力高すぎるかなっていう。気はする。まあ、今回はまあ、あの、来てないけど。まあ、しょうがねえからヒステリックサイン発動して3体並べるしかねえな。シムルグにアクセスできないとあんまりね、あの、展開伸びないんですけども。万劇を金なる分身を発動して、はい。3体並べりゃ、まあ、王身長は出るんで、まあ、この王身長で頑張っていくみたいな感覚ですね。はい。で、ハーピーコンダクター11回打ってから、あ、そっか、これで1個リンク数稼げるか。ハーピー一応あれだな、あの、残せるね、多分ね。で、ハーピーコンダクター出すでしょ。で、昇進鳥の効果で自分を、墓地から特殊召喚できる。で、王進鳥する。で、これ風属性打点上がってるんでね、ハーピーのおかげで意外とね、効果の対象にならないし、打点がそこそこ高いんで、割と突破しにくいと思う、相手も。3000ありますからね。エンドフェイズ。で、王身長シムルグ効果発動して、デッキから。まあね、ここはね、今までね、烈風の結界像とかいうカスみたいなモンスターをね、皆さん出してたと思いますけども。もうね、禁止になりましたので、はい。ちゃんとシムルグ出しましょう。はい。まあ、あれは不安打率とかいう、なんか最強の鳥のせいらしいですけど、シムルグラもよく出てきたんでね、結構。やっぱね、レップの結界像はね、あの、アクセス中心なんか多すぎた。あの、王身長シムルグとか、あと、レイドラプターズのアースナルファルコンとかもそうなんだけど、あの辺も出せんだけど、とか、不安だりとか、アクセスがしやすすぎたんだよね、あれは。だって、出た、戦闘機レイ来た。来ました。戦闘機レイちゃんじゃないですか。これなんかあれらしいでしょ、OCG ストラクチャーズっていう漫画版の戦闘機レイが、あー、めんどくせえな。漫画版のレイがね、なんか、なんだっけ、プレミアムパック2023に収録されることが決定したらしい。まあ、コナミくんさ、そこはいいか、一回。コナミくんさ、レイ、擦りすぎじゃない？戦闘機とイービルツイン、擦りすぎだと思うんだけど。マジで。まあ確かに、おい、かっこいい。ロイヤルカゴかがり。これはあかんか。これはあかんな。これはあかんわ。擦りすぎなんだよね。
姫を。マジでもうちょいなんかシャウ姫出さない。戦闘機とあのイーヴィルツインマジでこすりすぎだと思うから俺。ちょ違った姫を出してもらってなんか新しい風みたいなやつをあの吹かしてほしいよね。できれば戦闘機もさ、これあれじゃない、発動順なんか選べるなんて強くなったんだよね確かね。雫とのなんか効果となんだっけ、セットする効果マルチローだっけ、あれが選べるようになってなんか結構強くなったみたいな。ちょっと俺戦闘機は悔しくないからあれなんだけど、結構その修正によって割と強くなったっていう話聞いたけどね。マルチロールやべえ、エンドフェーズいいだろう。で雫効果 OK で雫でエンドフェーズに戦闘機魔法カードをデッキから戦闘カードが自分の墓地存在しない戦闘魔法カードっていうのがある。OK あれこれマルチ、あ、お身長シム効果やべえ、なんか全然開いてない、まずい相手伏せすぎだろマジか。あでもさ、これさ冷静に考えてさ、相手対象に取れないのめっちゃきつそうじゃね。一旦パフィーマスルか、これ結構辛いと思うわ。戦闘機って対象に取るカードめちゃくちゃ多いんだよね。だからこの王身長シムリグの自身と自身のリンク先のなんか鳥が対象にならないみたいな効果多分めっちゃ強くて、これだけでね結構ね戦闘機対策になってするんだよね。まあ、ちょっとてかあだな、巨身長もう出せねえな、なんか王身長の効果ではあいつ伏せすぎだからカード伏せすぎ悪だ。とりあえずちょっと万華鏡華麗なる分身いくか。万華鏡華麗なる分身発動でデッキからハッピーレディを出してこれる効果、はいゴー、よし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 、打点高えぞ打点高えぞ。バトルフェーズ入るか、バトルフェーズ入って羽吹雪打ったらさ、これもうレイヤー蘇ってこれねえよな。で羽吹雪バチコリ打って、羽吹雪をバチコリと打っていく。そして相手はこの効果を止めることができなければ、もうこのターン相手がモンスター効果を発動してもその効果は無効化されてしまう。さあまずいですよ、まずいですよ、レイシー蘇ってこれないハハ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 。アライブがね引けるねヒーロー使いは最強ですからね、はい、アライブはあの1ターン1の制限ないんで、あれなんですよ、裏だとか打たれてももう1枚でも打てるんでアライブは引き得みたいなのがあるんですよね結構。でディアボリックオッケーいいでしょう。ヒーローはちょっとなモンスター効果が強めだから、ハーピーの羽吹雪があんまり、羽吹雪じゃねえ、ハーピーは羽吹雪か、羽吹雪が引けるかどうかみたいなとこあるけど、イゾルで、OK。イゾルで、何閃光の騎士。あれなんかヒーローじゃない。もしかして。これは一体何の、あー、そういうタイプ。なるほど。あー、そういうタイプ。なるほど。鬼ソリティアムーブ決められるやつか。OK、いいだろう。すげー場面になってきたな。何がしてんだ、こいつ。すげー。なんかわけわかんねえけど、なんか、一平モンスター並んでる。ドラッグラビオンいるのちょっと怖いけど、イブリースとゾンビキャリア、なるほど、クオンダウン、なるほど、イブリースちゃんいただける、きた。この子召喚ムービーめっちゃ好きなんだよね、めっちゃ好きっていうかめっちゃはい、イブリースちゃんがいるとリンク召喚しかできないらしいんですけど、まあ、リンク召喚すればいいんですよね、リンク召喚はできるんで大丈夫です。はい、ステルスクラーゲン、やばい、これ水属性モンスターを破壊してなんかあのバーンダメージを与えるモンスター、急にやばいやつ来たぞ、急にやばいやつ来たぞ。ゾンキャリー効果、なるほど、手札1枚戻して、なるほど、なるほど、
なるほど。俺あれなんか不穏な空気を感じるな。不穏な空気を感じるぞ。あれあれあれで、竜栄神ドラッグラビオンの効果によって、デッキからエクストラデッキからドラゴン族のナンバーズを出して、ヌメランドラゴン、やばいね。なんかやばいことしようとしてない？これ打点上がるね。かなりの打点鬼ほど上がるね。17000。なるほど。で、天照のコーディネラルの効果を使って、コントロールを入れ替えていく。あれ？あれ？あれ？いった！いった！え？